おはようございます。おっさんの代理人霊夢っぽいまんじゅうです。なんとなく話を聞いてあげる役マリサっぽいまんじゅうだぜ。前回は主人公を選抜してもらったんだけど、たくさんのご視聴とコメントありがとなんだぜ。動画の中で、短パンの方がよくね。ってコメントをもらいまして、衣装については和風ってのを漠然と決めてたんだけど、衣装がダサいのは良くないってのを、常々鳥山明先生もおっしゃっていたので、それ本当の話か。ヘタッピ漫画研究所や節々のインタビューで言ってます。とはいえ、おっさんにそんなセンスはないので、またもツイッター投票で皆さんに選んでもらうことにしました。裸じゃないか。あ、裸のキャラを透かして着せ替え人形みたいにするんだな。イエス、最後にレイヤーで統合します。昔はトレス台とか持ってたんだけど、使わないから親戚の子にあげちゃったのよね。親戚の子迷惑だろう。鬼滅の刃とかをトレスしたりしてアナログライフを楽しんでたわよ。そういえば、小さい頃漫画の絵をなぞったことあるな。簡単に好きなキャラが描けるから楽しいわよね。和装でさらに軽装。イメージ的には風来坊とか喧嘩師のイメージね。相良佐之助みたいな感じか。さらにシンプルな服装だな。穴かな？穴？ああ、前に言ってたやつだな。デザインを提案するときは3つにして、相手が選びそうな本命、それへの対案の対抗。その二つがよく見えるように作る没が前提の三つにするって。これって結構デザイナーあるあるみたい。ちなみにかなり気心が知れてる相手だと一つだけのラフ案を持っていって、それを発展させる場合が多いわ。え、もしその一つが気に入らない場合は、振り出しに戻る。って感じで再度新しい叩き台となる案を作るわね。面倒だな。あくまでじっくり組んでできる相手とだけやるやり方ね。じゃあ、複数案を持っていく相手は心を許してない相手ってことか。それは相手の性格によるわ。せっかちな人もいるし、たくさんの案から選びたい人もいるし、これが本命短パンのデザインだな。鎧の下に着る着物をイメージして、和風感を残しました。少年キャラの短パンは女性に人気がある気がするわ。まあ、短パンは小学生っぽいというか少年っぽさがあるよな。ショタコンの元祖翔太郎くんもそうだしね。ショタコンの元祖って鉄人28号だったのか。女性の方に教えてもらいました。そうなんだ。女性のマニアックな方は、稀に、熱心に教えてくれる方がいて勉強になってます。うん、教えてくれるのはありがたいな。コミュニケーションを取る醍醐味、重要性の一つと思ってます。他人から学べることはすごく多いからな。これは初期デザイン、これは対抗ってとこかな。そして今回もツイッターでの投票ご協力ありがとうございます。サンキューなんだぜ。おお、大穴の勝利だぜ。こりゃ参った。参るのか？正直ふんどしで準備してた。残念だったな、心機一転。新しいスタートを頼むぜ。が、頑張ります。話変わって、ストーリーとかプロット、イメージボードはあるのか？とのご質問ですが、ストーリーは音楽に合わせてって感じで、この流れでプロットを作っていきます。これに出てくる敵や仲間キャラ、背景イメージを作っていこうと考えてます。正しい制作工程なのか、わからない？けど、某ヒャダインさん動画の時から変わらぬ作り方です。それではここまでのご視聴ありがとうございました。サンキュー。